ペシャルスターターである、原辰徳前監督に、残っていただいています。そしてこちらには先ほどから高橋尚子さん、柴若菜さん、そして卓上さんにもお越しいただいています。一人行っちゃったんだけどさ、コンビニの中のもう、皆さんおはようございます。30期の皆さんお待たせしました。並んでる。さあ、私も現役時代からこの青梅マラソンを走って、そして私にとってもここの大会で人生が変わった、そんな本当に思い入れのある大会です。その大会に皆さんと一緒に走る楽しさを分かち合えるのをすごく嬉しく思います。何度もこうスタートをしましたが、今までの中で一番暖かいです。そして一番というぐらい人が多いです。原さんの影響は大きいなと今本当に痛感しております。あそこまでね、応援の方が人だかりになるのは本当に久しぶりだな、初めてかなっていうことをね感じています。さあ、今お伝えしたように今日は暑いので、ぜひね、体は動いてスタートから走りやすい天候だと思います。また日差しがないのでこれをマラソン日和と言わず何を言うというぐらい最高のコンディションだと思うので、自己ベストを目指す方はぜひそこにチャレンジをしてみてください。ただですね、やはり気温が暑いので熱中症、脱水症状にならないように給水しっかりと取って最後までね、ぜひ走り切ってください。もう全員がフィニッシュラインを越えたら勝者です。その勝者に向けて皆さん最後まで頑張りましょう。こんにちは、ね、平塚です。先ほどの10キロを走らせていただいて、ちょっとですね、やはりいつもの青梅よりは気温が高いので給水をですね、喉が渇く前にしっかり取っていただいて、後半うまくビルドアップして笑顔で皆さんゴールしていただければ応援してます。頑張ってください。どうもこんにちは、つぶじょうと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。皆さん、ランニング YouTuber をしているタムジョーと申します。さっき10キロ走ったんですけれども、30キロでね、大学生がたくさん出るということで、僕も大学の時に、帝京大学で、1回だけなんですけど箱根駅伝走りまして、今日は後輩も出ております。ぜひ帝京大学の応援よろしくお願いします。そして箱根駅伝レベルの世界レベルの走りも見えるということで、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。皆さん頑張ってください。チャンネル登録もお願いします。さあ、エールを送っていただきました。昨日、トークショーでは、高橋尚子さん、そして平塚潤さんに、青梅の攻略法などをお話ししていただきました。本日は気温が高くなっております。水分補給を上手にしながら30キロを走り抜いていただきたいと思います。落とさないようにしてたけど、時刻は11時25分、スタート5分前となりました。高橋尚子さんは慣れてんからすごいね。あっちこっち呼ばれてんから。赤い線を飛ばないとダメなのかな。選手がここギリギリまで走ってるので出てください、はい。静止をしていてください。
選手がそば来たらこれをここにやればいいんだ。選手にぶつけてるね。いっぱい来るから、原さんがここにやったらバランだね。ならなかったっすよ。そんなことないだろうね。スタート1分前、出発係、責任者は歩道に上がってください。選手の皆さんは前に詰めずにその場で静止していてください。配達しなくていい人は素通りしてもらって大丈夫ですから。
さっき取らないで。
竹やぶの、OK、頑張って、はい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 、もう放送が聞こえないの、ね、先は長いよ、長盛り、はいはい、ありがとうございます。お客様、お客様、聞こえるんだって、だけどよく聞こえないのよ、ほら放送とあれで。うん、来てるんだってよ、この辺で。さあ、笑顔で戻ってきてくださいね。皆さん、後方からすぐに追いつきますから。すぐに追いつきます。すぐに追いつきますから。後方からで行きますからね。頑張ってください。さあ、最後まで笑顔で戻ってきてくださいね。いってらっしゃい。さあ、最後尾見えてきましたよ。最後の一人がゴールするまで待ってますからね。これで。さあみんな、原さんのエアグタッチですよ。いってらっしゃい。みんなここまで訓練疲れてるんじゃない？長いからね。最高級の。15分経つんじゃな。相当疲れちゃう。キューちゃん、はい、頑張って。キューちゃん履いてるよ、ほら。じゃあ、ほれちゃん早いか、やっとスタートだ。まあ、こっからがスタートです。こっからが、さあ、頑張って頑張って、はい、頑張って。走ったが、去年は良かったね、去年は。はい、あら、すごいね。ちょっと遅れてるよ。ちょっとここ遅れてるよ、頑張って。さあ、頑張って。はい、赤い鉢巻きのお父さん、最後です、頑張ってください。キューちゃん、何で戻ってくんかな。どんどん超えてくじゃないですか。もう最後尾だね。もう終わりだね。ほら、スタッフが引き上げてみたら。でも原さんまだ飛んでる。はい、スタート、スタート。スタートしてますよ。まだ原さんいるから。一番最後はパトカーだよ。最後はほらパトカー君から分かるんだね。でパトカーに乗ってくるんだよ。パトカーも大変だね。待ってましたよ。頑張ってください。荷物持っちゃってるね。荷物持ってくる。すべての選手はこのスタート地点を過ぎるまでに13分以上かかってしまいました。本日は、原さん効果、キューちゃん効果、そしてタムジョーさん、平塚さんと、ゲストの皆さんが、皆さんに一生懸命、
ールを送っていただきました。30キロの無事にスタートを果たすことができています。さて、フィニッシュですけれども、住友金属鉱山アリーナ総合体育館前に